AI が藤井君が負けた時に思うような悔しさとかそういうものは感じないんじゃないかなとは思うね。それは僕ちょっと異論があって、ある感じてる風に振る舞える確かにね。そういう実験をした人もいるんですよ。人間って6つの感情があるんですけど、それをこのようなパラメーターで与えます、でそういう風な感じるロールプレイングをやってくださいと、ちゃんとそういう風に振る舞うんですよ。逆に例えば H3 ロケット失敗しましたねと、であなたはこの6つの感情を1からこのパラメーターで表現します、そうやってロールプレイさせると返ってくるんですよ。悔しさ後悲しみにみたいな、それを絵文字にして返してくださいって送ると、ニコちゃんマークじゃなくて泣きマークが付与されて、それを今度は CG で悲しい顔みたいなのをやらせると、わかんないけど AI アナウンサーが H3 ロケットが失敗しました、悲しいですねそれを実装すれば、少なくとも僕らが見てるように、だからお葬式で必ず泣くボットみたいな、みんなも大して悲しくないのに泣いてたりするじゃないですか